はい、ご視聴ありがとうございます。クライアントの船木です。今回は、この課題曲、トイズパレードのバスクラリネットですね。こちらの演奏のポイントに焦点を当てた動画にしたいと思います。まあ、バスクラリネット、特に単体で目立つというところはないんですけれども、低音パートの一角として、重要な役割をしていると思いますので、そういう観点を中心にお伝えできたらなというふうに思っています。はい、ということで、このトイズパレードのバスクラリネットですね、パート譜見ていただければわかりますけれども、低音の動き、これが、主となっていますので、この動きをどう演奏するかっていうのが、もうとにかく一番大事なことということになります。これが、他のマーチとか、そういう曲にも応用されると思いますので、そのつもりで、説明いたしますけれども。まず、練習番号 A のベースラインですね。これ、8分音符、8分9で表記されてますけれども、普通のマーチは四分音符で表記されることがほとんどなので、8分音符、8分9で書いてあるということで、こういう演奏になりやすいです。ちょっとこの止まった感じというか、必要以上に短すぎる。要するに、休符をちゃんと開けようとして、今みたいな感じになっちゃうっていう。こうすると、ちょっと形が、綺麗じゃないというのもありますし、少し音が潰れて聞こえるというのもある。要するに短くしようとして、頑張って8分音符にしようとして音が潰れちゃうという。スコアをちょっと見ていただければわかることなんですけれども、裏打ちホルンがやってますね。管楽器ではホルンがやってます。これが、一応スタッカートがついてるんですね。なので、スタッカートのついてる8分音符とついてない8分音符はこの曲の中にはあって、バスクラのパート譜もそうです。本当に短くしてほしい8分音符には、数そんなに多くないですけど、スタッカートが書いてます。パート譜見ていただければわかりますけれども。なので、A のベースラインは、長すぎず短すぎず8分音符ということで、8分音符の音化はちゃんと意識しながら出すということで、ホルンと合わせた時に、ドッタッドッタッドッタッドッタって聞こえれば、ツンパッ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 。こういう感じで聞こえるというのが、いいんじゃないかなというふうに思ってますので。あともう一つの注目ポイントとしては、バスドラムの音のニュアンスを意識するということがとっても大事。バスドラムが、ドン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 ってなりますよね。この、叩いた瞬間、離れたところで、皮が響いてる。タガと銅が響いてる。楽器の響きの部分ですよね。があると思いますので、だから、ドン、ドン、ドとはならないで、ドンとなる。バスドラムのこの音の形を意識して、バスクラリネットとしては、明瞭な発音で、しっかり、音に響きがちゃんと残っている状態を、ベースラインの中で作っていく。これが非常に大事なことです。息遣いとしては、一個ずつ、ふっ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 というよりは、こういう感じで、そうすると、音程もちゃんとわかるし、響きもちゃんとある。で、ベースラインとしての頭がはっきりしているのは推進力もあるという、こういった形のベースラインになるかと思います。こういう形になると、バスドラムのとの親和性も取れますし、裏打ちの、楽器とも調和がしやすいという形になります。とっても大事なことですので、覚えておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、続いて練習番号 C ですね。メロディーが出てきて、それとあと強弱のちょっと表情の入れ替えもあるところです。これは、こういう感じで練習することをお勧めします。メトロノームをね、つけてみましょう。C の2つ前からやりますね。感じなんですけれども、メトロノームで必ず裏の拍を感じながら、リズムがちょっと崩れやすいところ、強弱の変化をつけた時にリズムが崩れやすいところですので、そこが少し安定するように、気をつけるといいかと思います。C の、メロディーのアフタクトとかで、急ぎやすくなったりする。だから、C から練習するというよりは、今みたいに B の2つ前から練習することをお勧めします。ダン、ウッタ、パーン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 、8分をしっかり感じて、
パン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 って同じ流れでいけるように、これは気をつけていきましょう。それと、C の2小節目の4拍目にだったり、 D の2小節前の4拍目だったりとにある四分音符のテヌートですね。ここからメゾピアノになるので、あんまり、テヌートだから力込めすぎてベーって吹いちゃうとメゾピアノのニュアンスがなくなってしまう。もう音色、メゾピアノの音色にここから変わったということで、少し丁寧なニュアンスを込めたテヌートになるといいのかなというふうに思います。ここちょっとリズム崩れやすいところですので、こういった感じで練習するといいんじゃないかなと思います。はい、続いてトリオ以降ですね、この F のところのベースラインを中心にした話ですけれども、バスドラムをやっぱり意識すること大事です。ドーン、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 ドーン。バスドラムはマレットがこの川について離れてる時に必ず楽器が響いてます。ドーン、ドとはならないわけです。だから叩いてる動作だけを見てドン、ドン、ドンっていう風にニュアンスで演奏するんじゃなくて、動作の裏にある音を感じながらドーン、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 こういったニュアンスで演奏するといいですね。F の2つ前からやってみます。ワン、ツー、スリこんな感じですけれども、ピアノではあるんですけれども、ドーンと音の形ははっきりしていないといけないです。バスドラムだったり、あとコントラバスかピッチカートでやってますね。この音の形も参考にするといいんじゃないかなと思います。必ず発音はちゃんとはっきりしていて、その音の中に、自然な減衰があるということ。このニュアンスに近づけて、ですので、こうなってるからといって、ならない方がいいですね。ニュアンスが少し違ってしまうということで、他の低音楽器、コントラバス、でチューバ、バリトンサックス、ファゴット一緒にやってますけれども、これらの楽器がニュアンスをしっかり合わせるということで、もちろんバスドラムが、中心にいると思いますので、そのニュアンスを意識しながらということ、これとっても大事になるかと思います。あと同じ F についてなんですけれども、まあほとんど、ベースラインということで、ワンハーモニー上は高音、主音をやってることが多いので、まあそんなに、基本的にはチューナーぴったり出れば大丈夫だと思いますが、例外がいくつかありますので、それを一応お伝えしておきます。F の4つ目を見てほしいんですけれども、4小節目ですね。これはファの音。前の小節もファの音なんですけれども、3小節目は、主音、高音なんですけれども、4小節目の、同じファの音は、これね、一応マイナーコードの3音という扱いになってますね。ちょっとだけ明るめの方が嬉しいかなと思います。ピッチがちょっと、ファはぶら下がりやすい音だと思いますので、あんまり低いと他の音と、に対してちょっと合わないかなというふうな気がします。他の低音楽器ともしっかり合わせて。それと、同様に、小節番号で言います。58小節目ですね。この、C のフラット、ラ、ドシャープの流れ。これ、全体的に少しだけ低めの方が嬉しい音です。ちょっとハーモニー的に難しいところですけども。しかも、上の音域、クライネットパートで言うとサードクラのところにも一拍目に実音のアスがいるんですね。これより高いとちょっと具合が結構悪いので。この辺が少しピッチが高くなってしまうと、ちょっとハーモニー的には具合が悪いかなと思いますので、他の低音とももちろん合ってることが大事でなんですけども、少しバスクライネットとしては注意していきたいとこかなというふうに思います。はい、トリオに関してはこんな感じでしたけれども、練習番号 I より後については、練習番号 A でやった内容がそのまま当てはまると思いますので、改めてはやりませんが、練習番号 A の内容を先ほどの参考にしていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、そういうわけで最後に練習方法
についてですね、こうした練習をするといいんじゃないかなということなんですけれども、なんといってもやっぱりベースラインが中心の楽譜ですので、やっぱりリズム、テンポの安定性、マーチであることも含めて重要になってくると思います。ですので、やはり、リズム感、テンポ感をしっかり養っていくために、メトロノームをつけて練習するということ、これかなり必須になってくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、メトロノームを普通につけるのではなく、こういうふうにやってみてはいかがでしょうか。これ8分音符で刻んでいます。8分音符があることによって、裏拍が分かりやすくなります。つまり演奏してみるとこういう感じになります。こういう風になるんですけれども、必ず演奏してるとこの裏に8分の休符がコンってのが入る。自分が演奏しながら、裏が聞こえるということになりますね。この裏が正しく聞こえていればいいということになると思いますので、こうしてやってみるということが、ただ単純に頭打ちをつけながらそれと合わせて練習していくというよりもいいリズム感の養う練習になるんじゃないかなというふうに思います。そしてこれに慣れたらという話ですけれども、こんな練習をしてもいいんじゃないかなというふうに思います。これちょっと難しい練習ですけれども、これ、通常の120のテンポでやってますけれども、普通にやるとこうなります。こうなるのを、これ表にしてますけれども、この今刻んでいるものを裏だと思って、つまり、1、2、3、4ではなくて、1、2、3、4、1、2、3、こういう感じにします。そうすると、こうなります。こういう感じになりますね。この練習によって、これ、慣れがちょっと必要である上に、リズムが少しでも崩れたらすぐずれるので、かなり集中力とか、発音の精度とかそういったものがいる練習なので、結構ハードな内容になりますけれども、難しかったらゆっくりのテンポからやるのもいいかと思います。で、裏がしっかりあるということを強く意識することが大事ですので、こうしたことを、しっかり取り組むことによって、だいぶ、タイトなリズム感が養われるんじゃないかなというふうに思います。ベースラインをやる人にとっては必須の力だと思いますので、でこの曲は楽譜という意味ではそんなに難しいものではないんですけど、やっぱアンサンブルの要になるパートですので、こうしたことを養うのが非常に大事になってくると思います。細かいパッセージがあるわけでもないですし、音域もそんなにこの曲に関しては厳しいところがあるわけでもないので、これをただ簡単な楽譜というふうに片付けてしまわずに、簡単でメロディーもないし暇でつまんないなって片付けてしまうのではなくて、先ほどやったような練習を通じて結構できないところとか、自分のリズムの癖のあるところとか見えていくので、そこと真っ向から向き合うということ、それが非常にアンサンブル的にもいいと思いますし、自分が上達するための、大事な練習になるかとも思いますので、こうした取り組みをしていただけるとバスクライネットさらに面白くなるんじゃないかなというふうに思います。頑張って練習していい演奏にしてくださればなというふうに思っています。それでは、今回これで、この動画としてはおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。